皆さんこんばんは。本日の試合は日本対ドイツ、埼玉スタジアム200によりお届けしてまいります。解説北澤さん、実況はジョン・カビラ、お届けしてまいります。北澤さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、選手入場です。ドイツ国歌お聞きいただきます。日本国国歌お聴きいただきます。プレイヤーリストです。日本から見てまいりましょう。ゴールキーパー西川、吉田、森重、内田、秋野、長谷部、小林、本田、そして前線に清武、原口、岡崎という布陣です。勝者はどちらなのか。さあ、間もなくキックオフの時を迎えようとしています。日本対ドイツ、日本は強豪と呼ばれるチームと今日は戦うことになります。縦にボールを送ります。トニクロース、ベストエジル、ロイス、カットです。あっと、危ない。戻りましょう。縦へのボール、日本はここまでまだ負けがありません。非常に優秀と言えるんじゃないでしょうか。そうですね、監督の意向とシステムが、しっかりと機能してますからね。いいと言えるんじゃないでしょうかね。先日の試合では僅差での勝利を果たした日本。小林、裏を狙っていきます。メストエジル。ドイツは先ほどからサイドバックが随分と高い位置を取っていますね。そうですね、全体的に押し上げるイメージで、相手が引いている時なんかには有効な戦術になりますよね。ただサイドの裏のスペースのケアは必要になってくると思うので、中盤の選手が1枚下がってバランスを取るなどした方がいいですよね。攻守の切り替え、まさにこれがポイントですよね。そうですね。裏のスペースを狙う、つながります。ここはクリアでピンチを出します。長いボールを送ります。おっと、ルーズボール。ゴメス、吉田、内田へ、アーチのようなパス、ボールを受けます。撫でるようなボールタッチ、清武、スペースへ出す。ああ、いいボールだ。
いた試合の入りですよね。まだ両チームともシュートもありませんから、どっちが先に攻撃のスイッチを入れてくるのか注目ですよね。足元大事に行きます。原口、裏に味方を走らせる。フメルス、フメルスから左サイド。前半32分を回りました。ネストエジル、前回の試合ではチームのリードを決めるゴールのアシストを記録しています。また中央へ、サイドのスペースを使う。ディフェンダー集中力いいですよ。チャンスは続きます。ドルーズボール、さあ抜きにかかるか。ボールのこのパス、インターセプト。終了のホイッスル、15分間のブレイクに入ります。前半0対0。さあ北澤さん、前半ご覧になってどう思われました？一方としては今はまだ 0-0 なんですけども、内容はあまり良くなかったですよね。というのもシュートがまだないんですよね。後半はバイタルエリアにもっと人が入っていけるような動きなんかをしていかないと、なかなかチャンスは広がらないでしょうね。両チームスコアレスで折り返します。抜けるか。岡崎が厳しいプレッシャーに先ほどからさらされていますね。そうですね、得点を上げてますからね。まあシュートも結構打ってるので目立ってますから、必然的にチェックされますよね。日本最後のカードを切ります。結びついてないですよね。さあ交代枠を使い切りますか。日本もう無理にはいきません。少し時間を考えてのプレーですよね。香川から岡崎、縦に仕掛けます。香川から本田、裏狙いましたね。香川、おいい形ですよ。マイナスクロス、危ない。
これは合いません。おっとここでイエローが出ました。ドイツ、あこれ前に当たったやつですよね。ちょっとディレイ気味ですよね。日本さあ勝ちまであと少しです。北澤さん、今日はサポーターは嬉しい試合展開になっていますよね。そうですね、自分たちより上に位置するチーム相手に対してここまでの結果ですからね。このまま終われば見事ですけどもね。抜けてくる、上げてくる、どうだ、シュート、日本追加点。日本これがダメ押しゴールになるのか。いやよく反応しましたね。いやポジショニングセンスが光りましたよね。セカンドボールをしっかり予想できてましたからね。自分が今いる位置が張ってきてないとここまで落ち着いて流し込めませんからね。見事ですね。今シーズン2ゴール目です。勝ち点3をものにしました。北澤さん、本日の対戦何かコメントございますか。日本としては後半になってボールもよく回せてましたし、うまく試合をコントロールできてましたよね。ハーフタイムでの軌道修正がバッチリハマったということでしょうね。そうですね、ありがとうございます。さあ放送時間もなくなってまいりました。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。日本見事勝ち点3を得ています。Thank you.